皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はマインクラフトストーリーモードの実況プレイをしていきたいと思います。で、最後にここを押せば何かが起こるはずです。お、なんかマガマガしい色してますね。溶岩？ここに扉が、抜け道があるぞみたいなこと言ってますね。なんかこれって何の色ですかね。やけに不気味な色ですね。多分選択肢自体はもうストーリーにはほとんど関係ないと思いますね。ちょっとあんま理解ができないところがありますからね。あ、ここって普通になんか赤いだけですかね、ただに。なんか噴水とか普通にありますしね。なるほど、ここが普通にもうやこうか。どうしようかな。まあ、とりあえず噴水。どうしようかな。何調べようかな、今回。あ、これってクラフトのやつか、もしかして。いや、違うか。普通にもうなんかテーブルですね。なんかこっちはどうだ。ここは特にもうないようですね。この先かな、とりあえずは。歌？それとも普通にもここにしか行けないんでしょうかね。なんかマッピングがいまいち理解できない。あ、こっち？普通にこっち？こっちしかない？まあ、その前にちょっと二人に話せないのか。まあいいでしょう。入りましょう。B。やっぱり誰か歌ってたんですね。とりあえず開けてみようと。なるほど、こっから進んでいくんですね。で、他のメンバーどうしたんですかね。あ、でも話せなかったというだけで、なるほど、これから音楽流れてたんですね。とりあえずこれで。あれ？他のメンバーどうしたんだ？ルーヴェンと女性キャラしかついてこなかったんですかね。まあ、他のみんなが外で待機してるんでしたら、まあ、別にいいんですけどね。まあ、とりあえず誰もいなかったってことですね。うわっ、なんだこれ。エンダーマン。なんかエンダーマン作成の施設なんですかね、ここは。まあちょっと今回はこの辺でマインクラフトストーリーモードの実況プレイを終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。